うっさん、ほんとでさ、丸めるの大好きで、うっさん、ほらそんなことないでしょ、ほら、少しずつ、うん、いびつでいいよ、均一じゃなくてもいい、ほら、綺麗、うん、うん、いや、音の方綺麗でしょ、音だよ、音だよ、音だよ、うん、すごい、まあ、どっちで、うん、いいね、簡単、粘土みたい、うん、何個できるかな、ね、あ、これあんまちっちゃすぎるかな、こういう感じ、下手くそじゃん、どう、もう一回行こう、できないな、意外に、ちっちゃいの丸めるの好き、あんまちっちゃいのはあれだよ、じゃあこうやってちょんちょんとこうやってこう作ってポンとしてごらん、ちょんあんま強くさないで、優しく入れるんだよ、形を崩さないように取らないとダメだよ、こう優しく優しくこう取って、あ、ちょっとくっついてるね、ちょっとこうやってポンと、こう、うん、ポン、そうポンって言って、必ず言ってポンって、くぼみ上だよ、あ、なんで取っちゃうの、取れるんだ、すりごま、違う違う、すごまり、すごまりを作りたい、はい、すごすごまり、すごすぎる、ま、マクヌマと鳥の塗り入ってる、ちょっとね、オリジナルでタレを作ります、オリジナル、ええ、なんとなく、なんとなくこれでいけんじゃないかっていう、いけるんじゃないか、いけるんじゃないかっていうのをっていうタレを、そうそう、作ろうかな、すりごまザーッザーッて出して、全部、いい、全部じゃない、いいっていうまで、あー、こまいね、これでいいんじゃないの、あ、ダメだ、はい、うん、ダメ、これじゃ苦いもんね、はい、はい、OK、これに、ちょっと砂糖を入れてみます。うん、で、これはあんこ、あんこを入れます。わお、斬新。どうする？あれとかない？あ、ちょっとこぼれやすいな、これ。これをその中に、これどうしたもんかね、
これじゃ混ざるわけがない。うん。そうだよね。混ざるわけがない。これをドロドロのペースト状にするためにはどうすればいいの？ドロドロ。バター。バターだ。溶かしバターを入れるっていう。溶かしバター。いいね。だ。なくなってきたね、バターも。私が言ったパタパタ出た。おう、すごいね。まあいいでしょう。よし。おう、どうぞ。なんか違う感じする。すごい出方。これをあれにつけるの。うん。そうだよね。これじゃ脂質出るから。あ、ほら、ぬりぬり。あれだ。くちゃ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 。うん、バターなのに。ものになってしまった。だけど匂いはいい。次僕が混ぜる。ちょっとごまの風味がなくなってしまったな。どうすればペーストに炒めなきゃダメなんじゃないの。炒めグツグツさせなきゃダメなの。みりんだ、みりん。ちょっと足危ないよ。僕一瞬ポン酢かと思った。ぽい、ぽい、ぽい。ちょっとねっとりしてるね。とり。わあ、なにこれ、お団子？し。あ。聞いてないことにしてください。はい。まあこんな感じ。うん。こうやってやってって。4個かな。この串長いわ。逆逆、こっちから。ここ、こっちの面から。すごい弾力。逆逆。彼女はさ、うん、聞こえてますよ。え？彼女は大丈夫、とぼけるから。やばい。こうして何？自分にはない。成長したんじゃない。これもふんだんに。ふんだん。こんな風にすごいいっぱいってこと。うん、美味しいから。脂質のあるお団子。うん、珍しい。僕たちが作ったね。はい、マー君自分のやってちょうだい。いいよ、もっとたっぷりの方がいいよ。うわわわ、つきすぎか。うん、いいよ、もういい。これくらいでいいかな。これ、これでもこれスイーツに使えるじゃん、プリンとか。本当に今ちょっと
音たっぷり。うん、いいよ。ありがとう。はい。うん、よーし、余った。どう？5個作ったね。すごいね。すごい。ちょっと色がね、あれですけど。どうですか？いいね。簡単だったね。うん。これも新作ですよ。新作？ええ。目つぶってね。怖いよりまだだよ、僕が触ってくださいよ。はい、いいよ。いっせーのてってん、おだ、おお。まあ、分かってた結果でしょう。まあね。このタレがね、もしちょっと急遽、ほら、我々黒ごま好きでしょ。うん。で、黒ごま作りたかったの、ちょっといまいち定ま、レシピが定まってなかったから、あんまり黒じゃない。なんかすごい色のラーバだね、うん、ラーバ。小豆を、小豆とバターを混ぜて、そうそう、みりんでペースト状にして、うん、このタレは美味しいと思う。結構匂い嗅いでごらん。うん、悪くない。あれ、おマー君、音のあ、そう、うん、うん、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。僕の子ちっちゃい。あ、主張してるわ。うん、主張してる。あ、うまい、うまっ、ブルブル。これ好きだわ。ここ知ってた、僕が作った。リラの本当のやつより好きかも。バターだ、これバター主張してる。うまい。うん、おいしい。うん、おいしいね。あとこれしか、一個ちょうだい。あ、一本じゃなくて一個ちょうだい。あ、この食べかけでいいや。おいしい。もちもうまい。もち、別にこれこんなサイズじゃなくてもね、どっさり、うん、まんじゅうぐらいに。どう？うまい、うまいね。目分量でいけるよこれ。うん、おやつですって言ったら普通に、これだって急遽で、急遽で、うん、急遽でこのタレ作ったんで。そうできるなと思って、大人が。で、僕たち、これだって、これホットケーキの上にこれ、このペースト、これ乗せてもいいんじゃない？すごい。うん、やっぱ美味しい。うまい。なんて、せーので、10点。イエーイ。まあそんなもんなんですよ、うん、結局は。ご飯系であんまそれはないよね、うん、こういう系で。あ、うん、おやつに出てきちゃう。大丈夫？おやつに出てきてほしい。これね、これ団子作って冷凍できれば、うん、多分できると思う、うん、いつでもささっと。ごまは体にいいから。ほんと？うん、でバターさ、バター入れないでちょっとやってみるわ。やっぱり小豆とこのごまだけ。あずきとごまだけ、うん、あずきとごまとみりん。そうすれば脂質カットになるから。なくなるってこと？うん、この美味しさじゃなくなるかもしれない。だってこれバターちょっと主張してるから。うん、うまい。餅は買ってきたやつ。うん、餅作る、こんな形の餅ないでしょ。餅作ったんだよ、マー君。うん、後で
これラーバ、それラーバ、ラーバこっちじゃない、ラーバこれ、ラーバこれ。あと最初さ、僕がさ何個で、音が僕に何個できそうって言ったから、僕13個って言った。30個って音が30個もないでしょ、でも、まあね、でっかいのよ、多分。なん、どういう30個の表記なのか。はし、これ売ればいいんだよ。なんで売る？これ普通サンドイッチでもいいけどな、フルーツサンドイッチ系で、和フルーツサンドイッチ系、うん、どう？これにパイン挟んで、あ、いいね。いやいや、君たっぷり余ってるよ、これ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 。ダメダメ、よし、食べるぞ。いちごも合う、これさくらんぼ、どうにも、うん、うまいな、うまい、うん、何もかけなくてもうまいな。ちょっとこれいいんじゃない。なんでそうリンゴが細かいってこと。ちょっとこれと乗せればクックパッドになる。うまい。うん、足りないくらいでしょ。うん、足りない。なあ、もう 200g やるべきだ、やっぱり。おやつですよって言っても普通にラバ何倍かくらいで、どっちのラバ？これ、それあれだね、なんだっけ、あの色つけるやつ、あの粉の、なんだっけ、食紅？昔、あ、そうそうそう、なんで知ってんの。食紅使ってラバ作れるよ、それどう？なあ、作る、作る。ラバでうまいよ。どういうこと？あの、バナナみたいに作ればいい。ラバ自体はあれなんなの、物体としては。毛虫なの？うん、毛虫っていう設定なの。幼虫、幼虫ね。ああ、なるほど。昆虫かな。そういうさ、そっくりスイーツあんのよ。うん、買ってみる。買ってみるって言ったら面白くない。僕さ、持ち替えて今言えない。やっぱりリノ着てた服、違う、違う、寝音すっげえ思った。うん、僕なんでこれちっちゃくなっていくの。あ、こちゃんだからさ。パブ自信ないんじゃない。赤ちゃんだから、赤ちゃんだからそうやって遊ぶんでしょ。遊んでない。何してんの。集めてる。集まってない。どっちが綺麗に食べれるか勝負だよ。イエーイ。なんでイエーイなの。この方が強い。この必殺技わかる。おかしくないか。なんで集めるときに必殺技。これはこれはね、こもうここでこう折っちゃうんだよ。折ってこうやってやるんだよ。やった、いいこと考えた。いや、考えたじゃない、教えたんでしょ。おっちゃん、ピキッて、そうそう、水平にして、そうすると こさげるでしょ。うん、すごいすごい。手についてるよ、たっぷり手についてるよ。